はい、では始めていきたいと思います。崩壊スターレイル。はい、そう、なんか途中だったね。確かね、なんもないね。じゃあ引き続きやっていきましょう。こっちか、行くぜ。ダッシュ。海域アンカー解放。ここか。あ、なんかいるね。ほら、あのほら、バッタって言ってたやつ。私はバッタには見えなかったけど、これは向こうは、向こうも行ける。あ、宝箱あり。どれどれ、キラキラなものはないかな。そっか、私感度下げたからなんだけど、ちょっとカメラの動きがあまり良くない。まあでも酔うよりはいいか。あっちにもいるね。でもあそこさ、なんかさ、宝箱があってさ、さっきのバッタの向こう、宝箱がちょっといい宝箱っぽかったから行ってみよう。ダッシュ。はい、弱点だった。よっしゃ、撃破してる。ステージを邪魔しに来たの？こいつか。単体。で、防御、防御しとくか。はい。痛い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 、よかった。すごい痛い。あ、もしかしてすごい強いのかな。痛い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 よ。あ、この子もターゲットされてる。サポートしようか。誰がいい？でも自分かな。一番は何が上がるんだろう。あ、違うか。作戦再展開。ん？何が上がったの？あ、これで見ればいいんだっけ？これで。ダメージアップね。4ダメージアップ、残り1ターンって書いてある。あんまり大したことないな。そっか。わかりました。で、この子は、死じゃないか。え？なんで変えられない？あ、変えられた。拡散。だってさ、いっぱいしてもらった方がいいよね。あ、痛い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 。ちょっと必殺技使う。サポートー。次はこの子は絶対攻撃しないと1ターンしか持たないんだもんね。この子は、これこっち左の子が弱点持ってるから拡散しようかな。来た。いいよ、全体攻撃しちゃってください。殺技どんどん使っていかないと。なんかこのさ、真ん中のやつめっちゃ硬くない？やばいな、これ勝てない可能性ない？そうだね、ちょっと防御できない。どうしよう、ごめん。
この子が防御しないとダメだったのに。じゃあちょっとこっちの子に攻撃しとっか。あ、溜まった。全体なんかさ、この真ん中のやつだけ異常に強い感じがするんだな。全然減らないもん。ほら、いった、死ぬ、痛い、死ぬ死ぬ死ぬ。代価を払ってもこの子は絶対今回攻撃しないとダメ。あー、でも全然減らない。ほら、え、逃げた方がいいかな。逃げれんの？だって第一第一逃げれんの？これ、逃げるとかいうそういうシステムあんの？やだ、死んじゃうかも。まあでもさっきのとこから始まるだけか。そしたら、ちょっとせめて拡散。え、これさ、回復とかはこの子の回復の手段はないのかな。なんかこれしかないもんね。わあ、どうしよう。これ、あー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 、ないよね、アイテムを使うとかそういうやつね。ちょっとやっぱり強いやつだった。あー、周りのやつはね全然いいんだけどな。あ、これ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 全体なんだけども。全然ダメでしょ。でもこれ133とか話になんないもん。あ、なんかほら消えかけてる、このなのかちゃん。やばいやばい、全然減らない。ほら、この白い人生なんたらっていうやつ、やばいな。やることこれしかないもんな。いた、いだ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 い、最高度をやめて。あ、死んじゃった。どうしよう。なのかちゃんが死んじゃったよ。うわー、どうしよう。拡散しても意味ないから、単体で。どうしよう。もうサポートしても1ターンしか持たないからな。で、唯一の弱点がこの子の風だけなんだよね。しょうがないな、これでやっていくしか。あ、これ勝てない予感、勝てない予感。痛い。あ、はい、しょうがない、もうちょっと全滅するまで戦い続けよう。そういうこともね、必要だよね。そうなのよ、団体。うん、これやっていくしかないよ。だってしょうがない。この曲をあなたに、神になれ。あー、痛い。あ、死んじゃった。最高度をやめて。あ、死んじゃった。え、1残ってる。根性発動した根性発動したな。順番にね。しょうがないよね、これしか。全然ダメ。強かった、この人。痛い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 。ちょっと姫子様、姫子様。あ、姫子様硬いな、さすがに。姫子様で削れるとこまで削っていこう。痛いわ、痛いわよ。どうしたらいいの。11か。どこから始まる。なんかデスペナルティみたいなのあんのかしら。強敵。ああ、そうなんだ。これ強敵っていうやつだったんだ。早めに教えて、早めに。私そういうのあんまり挑戦したしないタイプだからあ、こいつね。じゃあこいつのとこはもういかない。あ、でもあれだけ壊したいな。あれだけ壊そう。これ、はい、ちょっとそーっと行ってね。これでいいね。よし、じゃあ。あー、怖かった。え、またここ来れるのかな。だってまだ11だったら全然かなわないもんね。
はい。こいつはそんなに強くないよね。レベルってどこでわかるんだろう。これか。こいつは強くないよね、多分。盛り上がってるじゃん。強くないっていうか、そこまでじゃないよね。じゃあ、こうして、拡散いっとこう。もっと叫びなさい。で、この子は防護で、動かないでね。今祝福してあげるから。でい、でい。ね、親父にもぶたれたことないのに逃がさない、撃破してる。単体しとくかな。でこの子は拡散かな。はい、吹っ飛んだ吹っ飛んだ。解除になった、凍結が。痛い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 。で、痛い、大したことあるよ、かなり大したことある。痛い、死んじゃう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 よ。死なない。これどうなっちゃうんだろうな。あ、でもこれちょっと一回サポね、削り切ろう、撃破しよう。よし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 、姫子様。こっからが本番。敵の数が多いな。拡散、うん、拡散しよう。私のリズムに乗れ。撃破した。うん。じってばなかなかやるじゃん。ね、ちょっとやっぱ防護で。この子。あ、死なないで頼む。あ、そうだ、これ使えるじゃん。死ぬ前にせめて使って。やっぱちょっとあれあげようかな、あのほなんだっけ、高塩水、それでだいぶ変わるかな。ね、ちょっと強くなってきたっていうか、多分ほんとレベルが足りてないんだよね。単にレベルアップしたな。引っ張ってないよ。ちょっと一回戻って戻りつつ、あいつに見つからないようにそっと回復して、うん、はい、回復した。ちょっとこう怖いから遠くに行って、遠くに行って、うん、高塩水をあげようかなと思います。ちょっと待ってね。高塩水はなんかさ、あのあと何枚か手に入れてたんだよね。だからそれを見てみるのもありかな。待ってね、この高塩水はほら、なんかもう一枚来てるもんね。これなんだろう、攻撃力。はあ、なるほど。でもね、これ強いと思うのよ。この EP を4回復する。で、結構攻撃受けるから、なんかやっぱこっちにしとこう。で、もう一人超はいたよね。この子、この子。この子はこれにしよう。で、この子の高塩水も、知恵はでも1個しかないから、このままでよし。これ、うん、防御力アップも美味しいけどな。そうだよね。この子防御結構するから、こっちにしようかな。うん。この子はもうすでにこれしてん。じゃあちょっとレベルを上げよう。何を使うかっていうと、うん。これが10個あるから、で、3人いるでしょう。3つずつ使おうか。そんなに使わなくても大丈夫？ 1 個ずつまず上げてみて、楽になるか見てみようかな。
レベルもね今上がったしね。うん、あ、だいぶ上がるね。ちょっと一個ずつ使おう、もったいながって。この子の公園水も強化して、これ一個で、うん、だいぶ上がる。レベル1でも、うん、この公園水も、あ、切り替えじゃない、間違えた、強化して、うんうん、これでちょっと様子見ようかな。レベルアップはだってさ、私レベルアップね、これ20までしかできないじゃないですか。自分のレベルアップ、レベル3から20ってなってるでしょ。これ20を突破するのになんかアイテムが必要になってくるんですよね、多分。そうした場合に、そのアイテムが揃ってないのにレベルだけ20になっちゃうのが嫌なので、レベルはこのままでいいかな。どうしても勝てなかったらまた考えよう。ここは？ここ行けないとこ？はい。ケルタが仲間にいるけどダメなのかな？ちょ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 。ちょっと引っかかってる引っかかってる。はい。これさ、切り替えたら？あ、でもみんなで、このね、これ。あ、どうしよう、撃っちゃった撃っちゃった撃っちゃった、バカ。いや、あと1しかないなと思って撃っちゃった。まあ、いいか。しょうがない。そういうこともあるよ。何をやっとんだ。あ、いるね。なんかいる。ちょっと先んじて、どこか。よし、よし、よし。凍らせられはしなかった。よし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 。やっぱ姫子様いいな。姫子様、仲間に欲しい。ロックオンされた。じゃあ拡散。もっと叫びなさい。いいね。うちってばなかなかやるじゃん。防御。でも姫子様は別にいいかな。でもまあ、いや、一応 しとこ。そんないいかなとか言わない。姫子様だって大事な仲間、強いとはいえ。でこの子は単体。はい。悪党風情が、うん、いいね、強い強い。で拡散。せい、強い、強し、糸強し、大丈夫。あ、いいね。でもこれはもったいないから使わない。これももったいないから使わない。団体いいね。強い強い強い。え、何 2×2 って何？聞いてないんだけど。聞いてないんだが。よかった、取っといてこれ。あ、じゃあちょっとさ、使っちゃおっか。この子はもう使っちゃおう、間違いなく。うちのとっておきを使え。2の2だからもう終わりだよね。全然見てなかった。そういうこともあるんだ。聞かないね。ちょっともう一個使っちゃおう。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん。ボーン。あー、なるほど、すごい。もうずっと姫子様のターンじゃん。でこの子は拡散したらいいんじゃない？はい。私のリズムに乗れ。うん、撃破撃破。これももったいないから取っといて。単体いけた。強い強い。あ、なんか、うち今回は足を引っ張ってないでしょ。引っ張ってないよ。むしろ引っ張ってるのは私だよ。何かを手に入れた。凍結と燃焼状態にする。はい。なるべく早くホームにたどり着く。なんもないかな。なんもなさげかな。
から来たの。ほら、わかんないでしょ。わかんなくなっちゃうんですよ、私。あそこに印があるな。あ、拾える。拾えるのに拾えない。あ、宝箱待った。どれどれ、キラキラなものはないかな？うん。いや、それがさ、そう。この録画を見てて思ったんですけど、この姫子様にね、してね、こうやって歩くとね、なんか、錦鯉みたいなんだよね。カラーリングといい、このひらひら感といい。錦鯉みたいと思って。こんにちはって感じなんだけど。あ、ここか。錦鯉ですよ。姫子様は。姫子様欲しいな。いや、もうブローニャちゃんが来てくれただけでも相当嬉しいんだけど。姫子様も欲しい。はい。そしたら、まさのりさんって呼ぶんだ。錦鯉で。あ、2、回復した。じゃあ、この子やっぱ凍結させられるから、この子がいいよね。ちょっと姫子様。ホームが見えてきた。見えてきた？本当？私には見えてこないんだが。まだ来ていないな。え、炭鉱か。誰？って思っちゃった。うち目がいいから、先に行ってみてくるよ。ああ、私目悪いんだよ。じゃあ目がいい。なのかちゃんに見てきてもらおっかな。あ、これ。なんか。あ、またなんか来た。アチーブメント。ヘルタの怪異キャンカーを5個起動した。はい。はい。はい。あ、壊せるやついっぱいある。よし、やっと、これで、イベントか？あ、イベントだ。待って、うわぁ！なんか来た。飛んでる。これが終末獣？ほら、かかってこい！なんという好戦的な女。やるの？本当に？無理でしょ。え、無理でしょ？かかってこいとか言ってるから、本当に？痛い、やめてー。あ、そうでもない。でも痛いよ。ちょっとなんか、ビンタすごいされるんだけど。ステージを邪魔しに来たの？あ、これさ、これ、まずこれして。はい、全体攻撃。そっか、じゃあレベル上げとけばよかった。でも、また戻るんだよね、きっとね。だからそしたらまたレベル上げよう。もし無理だったら。炎はな、ここで姫子様大活躍じゃん。姫子様と、氷と、風か。わかった。じゃあこの子だけでやることないの。わかったわかった。うん。取っといた方がいいかな。ね、取っといた方がいいから、単体でいいや。うちに出くわすなんてついてないね。防御。誰がいい？自分にかけとくか。この子死んじゃったらもう終わりっちゃ終わりだもんね。何が増幅したの？何が？サポートしとく？そうだね。あの、姫子様をサポートして。あら、そうみたいな顔してるけど。で、拡散しよう。ダメ子様じゃなくて、姫子様にダメージソースになってもらう。強い。あ、これがいける。ちょっと、嫌って撃ちしないで。あ、撃破した。サポート。崩せ。まあ、その平手打ちやめて。殴ったね。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。そうかな。で、この子はやることないから、
こっちか。はい。でーん。この子は防御を誰にしよう。じゃあ、ブローニャ。ブローニャ。名前がわかんない。この星子の子にしよう。凍結状態解除。このさ、サポートがさ、残り2ターン効いてるから、じゃあもうちょっとどんどん削っていくか。そうだね、この EP だっけじゃなくて、このなんとかポイントも貯めなきゃいけないしね。で単体で、もう姫子様はとにかく拡散。いいよ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 、強い強い、よし撃てる。姫子様が欲しい。ずっと姫子様のターン。ちょっとまた行った。もうずっと姫子様のターンだもん。強い。何？回復した？痛い。なんかいない？腕。あ、でも真ん中だけだ、もうターゲット。そうだな。弱点じゃないから、やっぱり、この子にサポートして、姫子様に。うん。もうちょっとだ、もうちょっと、もうちょっと頑張ろ、頑張、みんな頑張よ。あー、来た来た来た。ええ、こっからなの？弱点が現れたって言うけど、何が弱点なの？敵の情報も見れんだよね。何が弱点なのこれ。読んでも何もわからなかった。耐性、弱点何も書いてなくない？これ耐性何？行動制限抵抗、弱点何もなくない。じゃあ何でもいいってことなのかな、逆に言うと。防御をかかってない子にかけていこう。じゃあちょっとこの子、いや姫子様かな、どっちかな。姫子様いなくなったら困るか。じゃごめんね、ちょっと姫子様にするわ。まず、ごめんね。別にあんたはいなくなっても困らないって言ってるわけじゃないんだよ。あ、来た。もうどんどん使う。全体攻撃だけど。いや、ちょっと強い。ちょっと強い。ごめん。あんたすごい強いよ。あんたすごい強い。ちょっと待ってね。で、でもこんなに減ったから、ちょっと単体攻撃するか。あ、いいんじゃないいいんじゃない、強い強い強い。姫子様やっちゃってください。ちょっと待って、回復してないじゃん。何何それ、どういうこと、回復してないよ。今やりきったじゃん。ファイヤーエンブレム形式。ちょ、聞いてない。何それ。ちょっと待って、また最初から。それは困ったな。防御防御、ごめん、ちょっとまた後回しになっちゃうけど、こっちの子からでいい、ごめんね。すごい強かったんだけど。あ、いやちょっと待って。たまには真面目に行こっか、真面目に行こっか。よし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 、ありてー、痛い痛い、死なないでお願い。こっちがあれか。いやどうかな、やっぱり姫子様にサポートかな。姫子様頑張ってください、頼みます。
ちゃんと直す。我々は塔に嵐に踏み入った。はい。守るべきもののために。重ね掛けされてんのかな。そこら辺よくわかんないな。戦闘は成功なデザインなの。もう最高に今強い状態だと思うんだが。はい。行っちゃってください。はい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 、まだ渡ってないのね。はい、人間は星空を。これでまたずっと姫子様のターンになるかな。もちろん私もね。あーあと1か。どれだ、こっちかな。はい、ハイになれ、ハイになれ。凍結解除、防御。ごめんね、いつも後回しでごめん。雷の子、いて。ごめん、死なないで頼む。死なないで、お願い、お願いだから死なないで、死なないで。サポートするか。気は尽くした。我に力を。で、あ、拡散できない。ことは、これで撃破できる？こっちか。こっちがいいな。よし。で、ずっと姫子様のターン。で、単体攻撃で、痛い痛い痛い。あ、死んじゃうな。死なないで。死ぬ前、死ぬ前にこれを撃って。己を解き放つ準備はいい？はい。はい、待ってね。これさ、この後またあれになるよね。違うのかな。でもそんなこと言ってないで撃った方がいいかな。どんどん。で、防御して凍結した。防御防御。ごめん、キメコ様にしていい？ごめんね。間に合わない、本当に。このポイント大事だな。本当ごめん、死なないでね。ハイになれ、ハイになれ。代価を払ってもらう。気は尽くした。我に力を。これはもう単体で。また来た。だよね。で、これ丸が2つあってさ、1個まだついてんだよね。もう1回ってこと？まだ分かってないのね。ちょっとさ、長すぎ。長すぎん、これ。これで終わりになるといいんだけど、戦闘終了ってなった。あ、よかった、生きてた。コーヒー愛好家？なぜ？あ、よかった、生きてた。なんとか持ってくれた。でも、硬塩水をさ、主人公、すごい。硬塩水をレベルアップしてなかったら多分勝てなかったな。超ギリギリだった。主人公、久々に見たよ、主人公。これは誰？え、赤い姫子様？あ、カフか今の。誰？なんか女の人の声だったけど、今見た目は男の人だった。メガネの人が来た。この人がなんとかおじさん？
この人もあの星子のあれにいた人かな、星子のキャラに。あ、幼児ちゃん。おお、おじちゃんっていうぐらいだからいい年なんだろうけど、でも年下なんだろうな。よかった、なんとか勝てて。ここは宇宙ステーション。うん。戻ってきたってこと？あんた結構やるじゃん。気絶さえしなければもっとかっこよかったのに。でも。あんたのおかげで週末中は声も出せずに織田仏だったよ。ありがとう。とんでもないよ。俺は誰でここはどこだ。勝ったのは分かってるんだけど、じゃあこれ言っとこうか、真ん中の。はいはい。褒めた途端に調子者。まあ、あんたが一番の功労者だってことは間違いないけどね。ごめんね、パーティーに入れなくて。入れる余地がないんだ。大丈夫なら起きて。目を覚ましたら会いに来るようにって姫子が言ってたよ。うん。うちは他にやることもあるから。正則さんが一緒に行けないんだけど。そうだ、ビーコンを交換しようよ。ベーコン？ビーコン？もし迷ったらいつでもメッセージを送って。あ、なんかスマホメニューとかでスマホから LINE を送るみたいなこと？あ、じゃあまたね。え、いなくなっちゃうの？え、でも仲間になったよね。あ、ラインだ。やっほー。みつきなのかだよ。ひめこがあんたに用事があるって忘れないでね。いや、でもいる。でもいる。なにこれ。あー、なるほど。突できます。多分突できます。あ、ちょ、さっき出てたな。やっほーってメッセージ送ってきてくれた子が今いる。うん、で多分だけどこの子が今主人公が突できる状態になったんじゃないかな。あ、すごいな、このラグ。ラグいな。え、大丈夫？あ、大丈夫だった、よかった。この子ね、はい、そう、主人公はね、原神もそうなんですけど結構すぐこうレベルアップできるんですよ、癖。なんかね、強くなるんですよ。なんでみんな後ろ向いてんだろう。だから姫子様が会うとしたらこの主人公を入れようかなって思ってるね。ごめんね主人公。影は離れない姫子を探す。姫子、ここにいるよ、ほら姫子いるよ。錦鯉風の姫子いるよ。うーん、あ、いたじゃん姫子。いっか、じゃあまっすぐちょっと姫子のとこ行くね。目が覚めたのね。美月ちゃんたちには列車に残って辺りを見張ってもらってるの。そろそろ私が待っている人が来る時間のはずよ。私が離れてまだ数ヶ月でしょ。どうしたら宇宙ステーションがこうなるかしら。戻ったのね、ヘルタ。この人こそ宇宙ステーションの真の主人、天才クラブ会員番号83番のヘルタよ。あ、なんで天才クラブのことを言うの。紹介するならちゃんとして。私の非凡な偉業の数々はどれも83より聞こえがいいでしょ。天才クラブ。これ言いて。なんかそう、ちょっとロボット風のさ、なんかジョイントっぽいなんか関節だったね。あ、まあ無難に一番上、いやー、うん、一番上にしとこうかな。やっと反応してくれた。うん、ロボット風。あなたがめちゃくちゃにした場所は私の私有財産なの。ああ、そうでしたか、すいません。今の性格はこのお子ちゃまってわけ。割と大きいけどな。ふーん、年も結構いってるけど。しっかり観察しないとね。
ふんふん、まさに神業ね。私が宇宙ステーションを作ったのは、この覚醒していない性格を拘束してブルーを災いから守るためだったのに。どこの誰か知らないけど、まさかこんなお子ちゃまの体で拘束を成功させるなんて。一体どうやったの？それに性格は彼の体内でとても安定しているわ。そうね、このお子ちゃまの体質本当に興味深い。俺はお子ちゃまじゃない。俺は荒いそう。どうしても俺の目の前で話し合わないとダメ？いや、自己紹介しとくか。わかったけど、あなたのことはお子ちゃまって呼ぶね。わかったよ。私の、もう自由にしてくれ。他人の名前を記憶するスペースはないの？あ、そうですか。わかりました。なら私の名前を覚えてくれていることに感謝しなくちゃね。せやね。それは違うでしょ。あなたと私はビジネス上の関係で、なんて名前だったっけ。まあいいや、話を戻すけど、この性格を体内に収めることができるお子ちゃま、彼を研究してもいい？それは私が決めることじゃないわ。彼に直接聞いてちょうだい。断りたいけどな。クソ生意気なガキだから。どんな研究、いくらくれるの。ちょっとどんな研究か聞いてみようか。あなたの体内にある性格は爆弾と大して変わらない。どんな危険性があるかは誰にもわからないの。もしかしたら突然爆発してあなたを困らせることになるかもね。天才が喜んで助けてくれるんだから感謝すべきでしょ。要するに今はまだあなたに興味があるってこと。でも熱意がなくなったらお願いされても研究しないよ。今は興味があるから何でもやろうと思える。体内に性格があるなんて面白い。感謝して。私が手伝ってあげる。これはスターピースカンパニーの財力をもってしても受けられなかったサービスだよ。分かったかしら。つまりヘルタはあんたに宇宙ステーションに残ってほしいみたいよ。なるほど、その一文だけでよかった。厳密に言うとしばらくの間だけかな。研究が終わった時、あるいは途中で興味がなくなった時はお子ちゃまには出て行ってもらう。その後は？その後？それ私に関係ある？はあ、あんたにはもう一つ選択肢がある。今ホームに請求列車が止まっていることは知ってるでしょ。もしあんたが望むなら私たちと一緒に行くこともできるわ。列車に乗りたいな今んとこ。深い関わりがあってね。あんたの悩みは私たちが探している答えなの。それにいつでもここに戻ってきてヘルタに研究させることもできる。彼女は今興味津々よ。悪くないね。それなら多少は新鮮さを保てる。それにお子ちゃまが必要ないときは私が後のことを考える必要もない。列車に乗るかここに残るか、お前、俺が今まで出会った中で一番わがままな人間だ。姫子の誘いを検討してみる。真ん中は別にもういいよ、心に留めておくよ。わがままな人間なんてもっといるからさ。よく考えるといいよ。列車に乗るなら定期的に戻ってきてね。戻れるんだね。だからね、事前にアスターかアーランを探してアポイントを取ってくれれば研究のための時間を空けておくから。アスターかアーラン、ああ。そう焦らないでヘルタ。アスターは主制御部分にいる。彼にはアスターとも話をしてもらって、ピンクの髪の子ね。ちゃんと考える時間をあげましょう。ピンクその1ね。私はホームで待ってるわ。まだやりたいことがあるだろうし、会いたい人もいるでしょ。あ、なるほど。焦らなくていいからね。まあ最終的に列車に乗るにしても、私を探しに来てちょうだい。わかった。なんかここら辺をちょっといろいろ見た方がいいんだね。あ、なんかもう早速 LINE 交換してるじゃん。なんでさ、なんか LINE になると人格変わる人っているけど、そのタイプじゃない？そばにいるじゃん。
はあ、何なの何なのこの子は。あ、姫子いなくなった。パーティー編成ね。じゃあ主人公入れます。うん、主人公を入れます。ヘルターも入れたいけどね。ヘルターはほら多分一突できるんだよね。うん、はい、これでいいでしょう。はい、ヘルターのオフィスに行く。え、ヘルターいるじゃん、ここに。ヘルター、うん、聞きたいこと。じゃあこれ聞くか。何体人形があるんだ。あ、これはボイスない。常駐している人形は249体で予備が32体よ。人形を操作して歩くのはめんどくさいでしょ。この子の体が249体ってこと。宇宙ステーション、面白い器物を少しと面白くない人たちを少しよ。あ、この人は話が短くていい。器物がいっぱいあるのなら一つくらいくれないのか。あなたは終身刑の囚人に対して、そんなに刑期が長いのなら何年か分けてって言うの。言うのならあなたは面白い、言わないのならあなたは賢い。あ、これそっか、オートにしてるからか。この宇宙ステーションってどうやって成り立っているんだ。カンパニーが出資してもいいと言うから私はうなずいた。簡単でしょ。具体的なことは知らない。アスターに聞いた方がいいよ。あ、47分。え、じゃあちょっと一回またここで録画を切りたいと思います。うん、なかなかね話がちょっと進んできたけど、まだどこにも行けないんだね。え、ゴミ箱。このゴミ箱はノブレスワームが食べられるもの。ノブレスワーム、あ、違う、食べられないものという奇妙な分別をしている。ノブレスワーム、虫。うん、じゃあここで終わりましょう。はい、アチーブメントがあった。受け取り、受け取り。あ、姫子様いなくなったが、だいぶ戦力が落ちたな。はい、それではまた録画を切りたいと思います。はい、はい。